はい、よろしくお願いします。今日はね、てっぺんというカードゲームが最近始まったんでね、少しやってみたんだけど、最初の方に作ったデッキでね、めっちゃ勝ちまくったんで、せっかくなんでね、このデッキを皆さんに紹介していこうと思います。で、そのデッキがこれ、リベンジベスカーって名前つけてるんだけど、まあウィキとかでもね結構載ってるんでね、有名だよね。これヒーローがベスカー、ヒーロー圧が黒き選別で、デッキ内容はねこれですね。で、まあリベンジ能力がね、どういう能力かっていうのが最初に説明しておくと、一度ねやられたカードが強くなってデッキに戻ってきます。で、さらに出す時のねコストが半分になるんですよね。で、要するに相手より強いカードを低いコストでバンバンバンに出して殴り勝つっていうコンセプトのデッキっつうのがこのリベンジベスカーで、ネットとかでもね結構これが強いっつうことでね、今回使ってみたんですけど、で今回紹介するのがそれの初心者向け版ですね。で、まあどう初心者向けかっつうと、もう開始してすぐに作れます。これ結構ね強いデッキっつうとお金もかかるしね、やっぱカードゲームなんでね、お金課金してお金かけてガチャ引いてカードを集めて買うっていうイメージなんですけど、これはそんなことなくて初めてすぐ作れるんでね、だから初心者向けデッキですね。で、まあ見てわかる通り、これレジェンダリーが1個もなくて、でエピックが4枚かな、このタイラントと無音の処刑がエピックで、レアがないんじゃないかなこれで、アンコモンか、アンコモンとコモンだけで構成されためっちゃ安いデッキ。あとコストもね低いよね、これ4以下しかないんだよね。まあそんな感じのデッキですね。で、これストーリーモードをクリアすればソウルってのが集まるんですよ。で、このカードってソウルで生成できるんで、もうそれだけでこれ作りました。なんでもういきなり始めてストーリーモードクリアしてソウル貯めて、でこのデッキ作ってからランクマッチやったんですよね。で、このデッキね、結構なんかあんまり考えないで適当に使って勝てるようなデッキだったんで使ってみたんですけど、まあ、対戦しててね思ったのは、やっぱパワーがね、すごいデッキパワーが強いですねこれ。まあ、どのぐらい強いかっていうと、ちょうどバトル違うか、その他か、はいはい。で、これ今ねバトル30回やって勝利が26なんですよ。まあ、ほとんど勝ってるでしょこれ。で、結構こういうカードゲームとかやったことないんだけど、それでもねこんだけ勝ててるのはね、やっぱデッキパワーがすごく強いですねこれ。もうルールとかもねそんなに得意じゃないんですけど、バンバン勝てたんでね、まあ、やっぱこのデッキめっちゃ強いんでおすすめです。30回やって26回勝ってるんで、まあ、勝率 85% ぐらいですね大体。まあそんな感じのデッキなんで、ぜひとも使ってみてほしいです。で、どうしようかな、デッキのねこの使い方の説明するほどね理解できてないんで、まあちょっとねこの後リプレイ動画があるんで、それを見ながらね実況していこうと思います。で、カード名とかもね全然覚えてないんでね、ちょっとリプレイするときにカード名絶対言えないんですけど、そこはもう勘弁してください。まあ、そんなね、なんか難しく考えるようなデッキじゃないんでね、簡単には扱えると思います。ということで早速リプレイ動画の方見ていきましょう。はい、じゃあまずは初戦、リオレウスが敵ですね。で、カード名がわかんねえな。まずね、クリーチャーを早速出してみましょう。このアーカム、リベンジ持ちなんでね、これをバンバン出していきます。もうゾンビとかね、アーカムとか、どんどん、このゾンビがね、やられた時に MP が1増えるんで、なるべく早く出して、倒されていきたいところ。で、ゾンビを展開していく。で、除去カードがあるが、相手のコストが、右下のやつには多分使えるんで、除去カードを使っていくと。そんな感じですね。もうなんか覚えてないや。自分が何したのか。多分この除去して、で、次どうするんだ。次どうしたっけな。で、これで1体リベンジ持ちがポケット2体入ったと。もう一回アーカム出したっけな。
お、ここで、あ、あれか、デッキに入ってるリベンジ持ちをもしかしたらワンチャン出るかもしれないってことで、これを使ったと。味方ユニット1点の攻撃力、プラ1。さあ、リベンジ持ちが出てきた。これがね、強いね。いきなり4号が出てきましたと。3コストの魔法で4号が出てきて、で、これで殴り勝っていく。で、こっち3、4で、いいね、早速倒されて、リベンジ持ち増やしていく。で、右下のやつにまた、これで潰す。カードの名前わかんない。なんだろうね。トゲか。なんちゃらのトゲで、右下のね、このスト2のキャラかな。倒していくと。で、さらにアクション、あ、いいね。このニコスのやつ使って、さあ、リベンジ持ちを呼び出して、で、コスト1のゾンビをサクッと出していく、そういう三段ですね。で、下に出していく。で、おそらく相手がね、このゾンビに対して防御カード出してくると思うんで、出してこない。相手を全部キャラを抹殺した。で、さらにリベンジ持ちを呼ぶと。まあ、リベンジ持ちが来るかどうかわかんないけどね。お、普通の、なんだっけあれ、ヘビみたいなの出てきたぞ。ノルギガンテだっけ？違うな。さあ、攻撃力が2なんで、この真ん中の除去カードを使って、あ、使う前に倒しちゃったかな。そんな感じですね。お前には資格がなかったようだ。お前の力を見せてみろ。はい、続いて対戦相手竜ですね。竜はな、結構ダメージ、直接ダメージを与えるカードを使ってくるんで苦手だったんだよな。初戦も負けました。で、最初早速アクションのカードを使ってデッキの中のクリーチャーを出していく。クリーチャーつうかあれか、ユニットカード、ゾンビ出していく。で、ユニットがね、まだゾンビとかたくさんいるんで、どんどんゾンビとかケルベロスとかリベンジ待ちを出していきましょう。で、上にタイラント、多分タイラント壁作ってくると、おっと作ってこない。いいね、ゾンビはね、もうやられ、さっさとやられた方がいいんだけど、倒されていきましょう。で、またゾンビ倒されて、これでリベンジ持ちが2体と。で、上のキャラはそろそろあれか、真ん中のこの呼び出すカードを使ってリベンジ持ちを出していく。全てのユニットに4ダメージ、もう1体相手に使ってきたが、この時どうしたのかな、使わなかったのか、使ってもよかったのか、本当に。あ、除去カード。ゾンビ出すけど、これはやられてしまうぞ。もったいないから除去していくはずだ。除去した。で、おっと、真ん中にポケットにリベンジ持ち入れるカードがあるんで、多分速攻でこれを使う。はい、ね、重ねがけれ、真ん中の呼ぶカードを使っていく。すいませんね、カード名全然覚えてないです。はい、あ、いいね、ゾンビ、このなんかシークレットゾンビ出して、相手が防御カード出したところにこのウェスカーの消費を当てていく、そういう三段ですね。さあ、さらにアクションカードでキャラを出していく。おっと、3ダメージか。これなんだよな、まあ、MP 増えるけど、これがなんかもうしんどいな。せっかくゾンビ出したんで、真空波動拳を出していく。耳がきつい、きついぞ、これは。真空波動拳出して、ユニットがもうアーカムしかいない。お、ゾンビ出てきた。なかなかきつい戦いになってきたね。この右上の変な女に消費当てていく。これ消費じゃなくてよかったね、この時ね。なんか多分余裕がなくて焦って消費使ったと思うけど。はい、で、これで墓地からプラ1の状態で死んだユニットカードを引いていく。うわ、6貫通だからこっちにもダメージっていうことか。はい、まあリプレイなんでね、これ。
最後に勝つんで、ご安心ください。で、もうユニットがいなくなった。ただ、墓地から呼び寄せたカード、一致されてる2体がいるんで、早速これを出していくと。はい、シークレットゾンビ、出して。これは使った方がいいのかな？使わない。これいつ使ったのかな、上位のタイミング。全然覚えてないや。さらにゾンビを出していく。いいね、ゾンビゾンビ。どっち死んでもマナが増える。ここで出したか。ここで上位を出していく。で、4-4で、結構こっちの方がダメージが強いぞ。逆転可能か、これは。一番上に新進作動点。はい、やられる。ゾンビには撃ちたくなかったのか。ここ止めないときついと思うけど。で、上のキャラに除去カードを使っていく。ライフ10で除去カードもな、結構きついんだよね。こっちのライフも減るからな。なかなか使いどころが難しいけど、手札回さないとね、ちょっと心配なんで入れ替えていきましょう。さあ、これは結構いけるんじゃないか。で、さらに除去カード使って、これもね、ライフ減るんだよな。結局5-5だよ。除去したところで5-5だよ。敵ユニット1体に6ダメージ。これちょっと貫通とか来たら怖いな。よくこれでガンガン使ってたな。結構ね、除去カード使うときにね、自分のライフ減ることを忘れるんですよ、私は。まだね、慣れてないっていうのもあるんで。で、アーカム。普通のアーカム出して、おっと、リベンジ発動しているゾンビを出して、これはもう、なんか出してきた。敵ユニット1体に3ダメージ。はい、ゾンビ。ゾンビ当ててくる。ゾンビ当ててくるけど、おっと、リベンジ発動したタイラント。出す前に竜が倒れて勝利。まだね、うまく扱えてない感じはあるが、次いきますか。はい、最後。じゃあ、今回はね、ウェスカー。そうか、女さんのデッキか。ウェスカーなんで黒黒だよね。リベンジ系、同型と対戦ですね。クリーチャーがね、結構多いんで最初出していきましょう。ライフ減るけど、ちょっと強いクリーチャーを出して。で、相手の出方を。なんか対戦してて思ったの、もう大体こっちが先にクリーチャー出すんだよな。こっちが出さないと相手出してこないんだよね。結構受けっていう感じの人が多い気がする。まあ出させた方が有利っていうのもあるのかもしんないね。よくわからんけど。で、最初はリベンジ持ちのクリーチャーをガンガンバに出して回していくと。さあ、ゾンビ。あ、なんかめっちゃ強いゾンビ出てきた。あれ、タイラントか。フロトタイラントかな。タイラントは除去できない。でね、ここでどんどんやられていく。で、4-1のタイラント出して、いや、ゾンビに消費を当てたくないな。で、相手が、おっと、リベンジ持ちを呼び出している。で、あのゾンビはね、仕方ないんで、この除去カードを使って殺してあげましょう。うわ、ダブルドロー。そんなにリベンジ持ち倒してたっけ。でタイラントはタイラントで倒して、おっと、アーカムにゾンビ。ちょっとね、嫌なんで、はい、サクッと消費使って倒してみましょう。これ使わなくてもよかった説あるな。で、今度はアクションカードで墓地のカードを読んでいく。いや、キャラカードがな、タイラントしかいないな。うわ、よりによってこいつ来たか。まあいいか。またライフ支払うの嫌なんだよな。で、相手がウロボロスでポケットからカードを出していく。なんだっけ、あれ、ネルギガンテだっけ、57のやつ。速攻でやられるよ、こっち。ネルギガンテは放置しておきたくないな。さあ、赤目出して、除去カード使いたいけど、使う相手がいない。さあ、ゾンビ。ゾンビを、タイラントまず出して、ゾンビ出さないのか、このタイミングで。ゾンビ出してよかったよね。押したに出した。相打ち狙ったのか、これ。はい、相打ち狙っていく。さあ、で、4-8の強い、なんか、プラ1、プラ1された
ユニット出して、ここをね、除去していく。なんだあのマシンみたいな。あ、ソードかあれ。スト2のキャラだよね。忘れてた。マシンじゃないかあれ。いらな、このキャラ。うわ、なんかゾンビめっちゃ強くなってんだけど。ちょっとあれはまずいんで、消費で抑えていく。いいね、このギリギリで消費使って、ダイレクトダメージを入れていく。で、10対13で結構詰めてきたぞ。さあ、アカム出して。アーカム、俺出さないの？何してんだ？あ、アーカム出した。じゃあ、こっちも。相手に出さして。そろそろこっちも使っていいはずだが。アーカムな、アーカムをこの犠牲で、犠牲じゃないか、自業自得か。自業自得でやるのがね、結構いいんだよね。このアーカム死んだ時にポケットにね、リベンジ持ちが入るんで。さあ、犠牲使った。もちろんアーカム。で、相手のゾンビ。相手のゾンビを葬って、で、ポケットにリベンジを入れていく。お、いいね。タイラント来た。じゃあタイラント早速。これ真ん中かな？下かな？どっちにする？下に出した。覚えてないんだよね、これ。下に出して、ゾンビ倒して。これいけるべ。おっと、相手がなんか出したけど、それライフ削られるやつ出して死んだぞ。ってな感じでね、なんとか巻き返して勝ちました。はい、そんな感じでね、まあ、3戦ほど見ていただいたんですけど、まあ、ちょっとね、まだね、始めたてで、まあ、30戦しかしてないんでね、まだまだこれからなんですけど、初心者でもね、簡単に勝てるお手軽デッキということでね、今回紹介させていただきました。よかったらね、使ってみてください。で、QR コード一応貼っておくんで、まあ、これをね、見て、皆さんもね、連勝、30連勝じゃないか、まあ、気軽にね、勝って、てっぺんを楽しんでいただけたらと思います。では今日は以上です。